なんと今日は6月4日ですね。昨日が3日でちょっと1日間違ってましたね。はい、で今日はですね、もう残ってる細かいやつをちゃちゃっと片付けます。まずここ塗装ですね。ちょっとまだ塗装が終わってないので残りの塗装やってしまいます。でそれとあとは漆喰ですね。もうスタイル貼ってんのめんどくせえからつって、このスタイル、ああ違う、石膏ボードに貼るのめんどくせえからつって漆喰をもう完璧に塗りました。スタイルに。これありですね。そう、落ちてこない。まあさすがにあのスタイルとかをバキって折り曲げたら落ちるんだろうけど、全然ありっすねこれ。これスタイルです。これはスタイルですね。だって青いんで。はい、いや発泡スチロールに漆喰もありだねこれはね。だからその、まあ極論はですね、いかに壁に触られないかっていうことをあの前提においてやっていけばいいと思います。はい、というわけでやっていきましょうか。まず塗装からやっていきます。じゃあまず片付けからですね。はい、どうも、いつも、パソコン机を今、どつきましたね。で、まあ、一応これを6月3日かな、4日かな、ごめん、冒頭で言ったけど忘れた。まあ、でも結構ね、動画だけは遅れてます。で、ちなみにもうプレオープンしてるんで、あの、ツイッターで募集というか内覧受付してますんで、ツイッターから DM をください。まあ、あとは、そうだな。まあ、とにかくこれは、寒さ対策ですよね。で、ここ、まあ、だいぶ前の話なんですけど、ここには、あの、かつて僕がテント張ってました。そして、ここが一番こう寒いんですよ。で、なんでかって言ったら今、天井が真っ黒ですけど、あれは、なんだろう、農作業用のマルチですかね。で、まあ、ちょ、天井からも、バー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 風入ってくるんで、まあ一番寒いんで、まあ一応、室内だけでこう、気密性高めようと思った結果ですね。まあ一応、まあシンク入れ替わりましたけど、まあとにかくこの家の特徴としては、天井が、竿天井になっていて、さっきのね、テント張ってたあの、今だけは、ベニヤが薄くこう、一枚ポンって置いてあるだけでしたね。で、しかもベニヤはちっちゃいんですよ。その、板の天井の寸法、間取りの寸法よりちっちゃいから、のあの、カバーしきれてないんですね。だからもう、屋根裏の空気も、雲も虫も全部降りてきちゃうんですよね。ビデオ好きが動画撮るの忘れてたから、まあ進捗だね。一応塗装はやっちょね、ここ、俺の今、使ってる部屋もやりました、塗装。で塗装プラス、これ漆喰塗ってますね。漆喰もう一回塗って、もちろん白いのや白を強調したいですけど、はい。でまあ一応ここですね、ミスったんですけど、これクロスがめちゃくちゃボコボコ浮いてるからどうしようかなと思ったんですけど、考え事しながら漆喰塗ってたらここわかる。これクロスの上も塗っちゃったんよね。一応シーラーもうちょい吹きつけたらクロスの上からでも漆喰いけんじゃねみたいな感じなんで、まあいっちゃおうかちゃんとシーラーをね吹きつけて、まあ、天井はちょっとさすがにやんないけど多分パラパラ落ちてくるから。であとはこれっすね、スタイロの漆喰、これありだね全然、まあ、完璧に乾けばね、ここが青だし、でこれ、ね、発泡スチロールにもありです。はい、漆喰濡れてるちゃんと。でポイントとしてはちゃんとそのあのあれコンセプトというか動線をちゃんと考えない限りはやらない方がいい。行き当たりばったりだけどね。なんでかって言ったらそんな壁にさこうやってもたれかかるようなあの作りとかそういう風なあの部屋の作りとか動線にしない方がいいんですよ。その動線っていうのは何かって言ったら
まあ大体ここ、例えば あそこのね、ここのスタイルで言えば、ここにね、実は冷蔵庫を置くわけよ。だから冷蔵庫がデーンってくるから、まあ別にこれはこれでいいんですよ。だって冷蔵庫が前にあればさ、冷蔵庫でこう壁にもたれかかれたりとかできないじゃん。でまああとここら辺にもね、あの棚置こうと思うんですよね。本棚みたいな、あれは狭いな。まあ一応あとはこれ解体するんで、まあ、その後だね。でまあ一応ここには壁にもたれかからないような必ず細工はしておきます。なんでそのうん、壁を背に何かするとか、そういうことを壁になんか触るようなものとか、まあ分かりやすく言えば棚を本棚とかでここ覆っちゃえばまあいいわけよね。であとはこれエアコン邪魔なんで取りたいんだけど、まだ取れないですね。まだ雨っていうか天気悪いんで。なのではい、まあ、引き続きこれ発泡スチロールしっかり塗っていきましょう。はい、まあここの壁が一番問題で、あの屋根裏とも直結しちゃってるんですよね。だから、まあ、動画画面の左上にエアコンの配管があるんですけど、ちなみにこれ窓をちょっと隙間開けて、で、その隙間に、あの、板を無理くり挟んで、そこに穴をくり抜いて設置してあるんですよ。だから一番このダイニングっていうか今がかな、この部屋が一番こう外気温とほぼイコールなんですよね。だからそのおかげで台所の水道も凍るんですよ、やっぱり。で、ここを起点として冷えてきます。で、あと建物全体も、あの、屋根裏の風通しがいいんで、で、その隙間風が、竿天井の板の隙間から来るんで、なかなか寒いっすね。だからまあ、室内だけの気密性を上げるためだけにこれやってます。はい。今回どうでしたか？プレイオープンしてます。みんな、内覧来てください。